はい、せーの、ニクボー、始まりました。私はケロさん、そしてメちゃんです。お願いします。今日は久しぶりにこの企画でございます。はい、自分たちの切り抜きを見てみよう。ということで、まだ上げてるやついるんですか。まだもう証拠にもなく狼藉者が上げているので、ありがたいことにね、いろんな切り抜きをしてくれてる方がいるんですよ。皆さんありがとうございます。それをね、前見た、ことあったんですけど、もう一回、またいろんな動画上げてるんで、我々も、いろんな切り抜きが生まれていると思うので、はい、もう一回見てみようじゃないかというございます。じゃあもう早速見ていきますか。はい、ニクちゃま。まあね、あの、たくみとたまちゃんがね、もう、ある程度ちょっと見繕ってはくれてるんですけど、自分たちでも探しながらやっていきましょうか。まあ、じゃあこれから見ていきましょうか。あー、え、ちょっと待って、これ、魚キャニオンってやつはさ、またお前か。なんこいつ、何もんなんこいつ。いや、すごいですよね。もっかりよ、頭から。粛清ロリカミレクイエムのゲロが混ざっててもバレない説。ああ、再生。ああ、懐かしい。へえ。いや、全く分かんなかったです。今、ゲロさんが。いや、分かんないやろ。アレルギー反応みたいな。こいつなんかさ、はい、なんか、何かをちゃんとやれば成功するよな。お前、切り抜きやってる場合じゃないんだよ。サカナキャニオン。ウオキャニー、お前。なんかの才能あるぞ、多分。才能は感じますね。何かの才能あるよな。でも、行かせてないよな。いや、面白いと思う。いや、おもろいねんけど。すごい再生数。なんかな。なんかおかしい。何再生なのこれ。44万再生。すごいっすよ。すごい伸びてます、俺らより。まあまあまあ、俺らとかいいんだよ。じゃあこれに締めようかしら。はいはい。ナトリに会った動画ですかね。あー、ナトリさんに。はいはいはい、見ますよ。はいはい。お会いしてきて、ナトリ君と。ナトリさん、ご本人とお会いした。そうお会いしてきて、そうです。先輩館で吹かせてきてました。めちゃくちゃより俺が嫌なやつだ。ケロさんのようにね。お前お前性格、性格終わってないから。すっごい謙虚で、あ、そう。勝てるとこ一個もない。ナトリ、ナトリ勝てね。力は勝てるよ。ああ、なるほど、ね。おもれ動画作ってくれてるやんか。なるほどね。こうなるぞって。こうなるぞ、ナトリでもな。私は問題作、アドちゃんの。あ、ね、ミックスとママと合わせてみたら音が気持ちよすぎただって。え、ミックス、ああ。でもありがとうございます。私は問題作。私は問題作。その感じ解説。ああ、なるほどね。この俺らがミックスしたやつじゃなくて、本当に肉調でこう生歌で撮ってる素の素材を、素の素材。うまっ。なんかちょっと、お、まだある。いや、やめてくれへんかな。素音源は恥ずかしいんでやめてくれませんか。あんまり上手くないです。ありがとうね、ありがとうね。ありがとうね。仮想通貨ソラナは2030年に何倍になるか。あ、これ俺らじゃないですか。ね、仮想通貨ソラナが2000年。何見てんの。普段何見てんの。ソラナが買いなの。すいません、ソラナが今熱い話、ごめんなさい、出ちゃいました、ごめんなさい。どんだけやってんだよ仮想通貨。どんだけやってんの。どんだけやってたら YouTube ショートで仮想通貨。
一個も出てこないぞ。仮想通貨のやつ。アバランチもいいっすよ。アバランチ。そんな、ベクセブの話じゃなくて。違います、違います。アバランチってそうじゃなくて。横のやつもじゃあ見てみます。横画面。あー、ヤマちゃんだ。あー、ヤマちゃん。お、元気してるかな、お前。すごい。これは俺なんだよね。ちょっとこれだから山ちゃんが歌ってたはずなのにメイちゃんになってるってことだよね。はいはい。でマジで自分だったもんって。マジで言ってます。こんなんなるんですか。そうなるね。つって。俺だからあのメインボーカルだけ一本だけ出して聞いてみようよ。オケ切ってちょっと。めっちゃうまいよ、聞いてごらん。何やっても甘くいかない。ビブラートも、あ、だって歯も入ってるもん。ビブラートも、あ、だって歯も入ってるもん。マジで信じてる、こいつ。マジ？これすごい。うわ、マジか。ちょっとあらかじめ撮っちゃった。仕込みあり。前日仕込みあり。ああ、別のやつだ。全部同じことですけど。最近これやってないですね、俺らね。あ、びっくりチキン、うん、やってないか。検証したいと思います。では、お願いします。いきます。はい。これ結構前やな。お金になる。なるほどね。そんなこともあったな。あー、やったな。はい、ちょっと待ってください。え？喋ってます。絶対なヒロキ、絶対なヒロキ。今日時間かかってるな。向こうの家で俺と匠君ずっと深夜食堂見てる。いいなと思って今。ワンチャンそれあの歌詞変えんでデコちゃんに怒られる。本当に怒られたし。抜きどころゲージ一番高いとこないか。抜きどころゲージっていうのやめてください。なんでやん。 YouTube のその視聴のあの抜きどころゲージ、抜きどころゲージ、なんか一般化してるやんか。してない、それ。だけだよ。そうだったの。そうです。同じサイズじゃないの。同じサイズじゃないよ。違いますよ。ゲロファニーワークスから縁切られる。2倍速小悪魔だって構わない。ほうほう。から君の好きなこととかですね。どこどこ。ドキドキいっぱい溢れて。80のない。いやいや、365回。ロールない。ロールない。心配になってきた。モギモギ、モギモギさせちゃう。モギモギ。365回ドキドキさせちゃう。うわぁ、どこでも歌ってるの、モギモギさせちゃう。しょうもない。なるほどね、はいはい、こんなこともありましたね。懐かしいっすね、なんかね、やっぱいろいろ。メイちゃん、ゲロの手にキス。そんなんあったっけ。え。どんなボケなの。その匂い嗅いでこれに対して眠るっていう。キスしてくれる。キモすぎる。どんなボケやの。俺かわいいっすね。自画自賛。変な自画自賛。これによって。しょうもね。しょうもいいわ、マジで。潔癖出てるから俺。潔癖出てるから。潔癖出てるから。なんで俺がこうやったらチューせろって。
なるほどね。そんなこともあったかな。エコ動画見てみましょうかね。38本あんねんけど。マジ38分かわいいがすぎるゲロ。かわいいって、え、このスライドショーずっと見なきゃいけないの？何これ結婚式のスライドショーみたいな。誰も泣かねえよこれ。何やこれ。いやこれきついって。え、これがマジで38分続く。いやこれオープニングじゃないかさすがに。だとしたら長くない？コメント見て、なんか最初の写真たちゲロさんが亡くなったみたいな流れが。ありがとうございました。ありがとうございました。お前葬式みたいな。バレンタインのチョコ選ぶ。そうだよ。ですね。あ、チョコ。まあ本当に全国どっかでチョコバットあげてる女の子だ。どうするの？いや、かわいそう。私はダメだったんかなっていう。どうするの？確かにチョコバットあげてる。そいつが。ねえこれ。チョコいっぱい食べた企画か。今日バレンタインだから。いや、いないよ。これ何？チョコバット。かわいい。何でしたね。いくちゃま。はあ、はあはあはあ。またチョコだ。おお。豚みたいな感じがする。豚みたい。豚みたいになってました。紅茶がすごい嫌だわ。マイナス85点。もうだって食べるま。ありがとうございます。うわ、いったなぁ。あー、釣るやつ。ザウド。え、なんで？あ、一応ね。はい。はい。ちくちゃま。ザウドね。あー、これやったな。トラウマね。うん。なんだ。こんなにね。しかもこれ強力ガムテープみたいな、すごいガムテープやってんけど。これやばい、超強力テープ。強力テープ誰だいろいろ言ったな。お、これなんや。何これ。マジで俺こんにちは。何やろ。チャーハン。本当に本当にこれ米全部。こんにちは。米です米。いろいろやってん。うわすげえ。これちょっとまた改めて見よう。なんかよかったね。今はやっぱでもショート動画やな。ショートがやっぱ多いですね。ゲロピクミン俺めっちゃいじられてない。魚キャニオン大体ゲロいじってで、ウオキャ来た。ウオキャがいきます。ハハ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 。なんか悔しいなぁ。なんかね。野党か、こいつ。あ、ナルセが来たやつね。懐かしいな。これ何年前よ、もう。今日ね、カメラないんですね。荒木さんとこうちょっと一緒についてきたナルセ君の息子、ナノちゃんが。こんにちは。ごめんね、僕たちなんかずっと変なこと。ごめんね、あれそうですね。これ何年前？コニーさんがいるからもう19年とかじゃない？え、19とか。めちゃくちゃ初期ですね。初期だよね。超初期だね。超初期。このさ、コニーちゃんの T シャツ、すっげえ前だよな。坂前で買ってるはずなんだよ。ああ、はい。だいぶ最初に、だいぶ最初に京ちゃんと坂前行って、坂前だ。坂前で買った T シャツなんだよ、これ。みたいな。そう、え、マジでやばい。楽屋で聞いて驚愕してるんで。いや、マジでやばいって。本当耳うるさいやつやりますか。じゃあおまけで、ナノちゃんもこれすっごい。せーの。す
本当に言われてるもんね。前言ってる。これすっげえんだよ。これなどうやって出してんのマジで。わかんない。これなんかボイトレの人とかになんか興味あるよ。見てもらう。これはホイッスルなのかな。ああでもそういうことじゃないですか。思い的には。いやホイッスルってか細いよね。うん、かなりか超音圧があるんだよ。めっちゃ本当に声の壁みたいなのがボーンってくるんだよ。で鼓膜が全部あのめくれそうになるあのテロ対策とかでいいかもしれないですね。なるで連れてってペーみたいな、びっくりしたとこ捕まえるみたいな、先行手榴弾みたいな、うん、これすごかったな。久しぶりに聞きたいな。あーアンコール後のセトレを勝手にエビカリスに届ける。これやったから2019年だよこれ。こっからもう何5年経ったのこれやったからな。いやマジで絶望だったもんマジで。いやーね、ねあったね。いや忘れてたもん俺普通に。はいはい、もうねこのエビカニクスやったことをね。はい、はい、だから、はい、その被害者忘れんねん加害者ってそうだよやっぱり忘れんねん。そうですね、やっぱ受けた人はやっぱ覚えてるんです、ね、そうだよな、やっぱ4年越しにやるんだよ。そうだからまたいつか来るかもしれない。そうですよ悲しみの連鎖は止まらない。止まらないんだよ、はい、個人的にウォーキャニオンであのゲロ不憫集とかあるとやっぱ見ちゃうんだよね。へえ大好きなんですよ。なあこれゲロクソジジイ集って何やおいお前何歳やいやでもクソジジイなことには変わりないとかウォーキャリが何歳だろうか関係ないです、ね、あそうかそうか、はい、クソジジイなんだ俺もそういやおいしいですいやこれジジイ関係ない俺がなんか吐き出してんのタピオカ喉に詰まらしてこれも懐かこれも初期やんなかなりマジ初期これ何やこれ馬新作これうまい。この時は昔は口の中隠してたよな。うわそうだこれどれ。あ、荒吉くんの家だ。やってるね。テレビに振って。あれここあ旧肉食ハウス？そうですね。いやここかここだここだここだ。ここもう最初こんなさっぽけたよ。何にもなかった。これもコミちゃんですか。うん。容量とかが倍とかってこと？あんまコンピューターわからない。コンピューターわからない。何のこと言ってんの？パソコン買った。匠にパソコン買ったんだ。うわ、これこの T シャツ。昔の俺のライブ T シャツ。はいはいはい。ちょっといいかな。あの採点出てたから。あ、はいはい。ああ、95点以上じゃないと帰れないやのに邪魔したんや。でもさ、ダサクさんもう老眼がっつり来てるって。マジ?40ちょいで来たって言ったから、俺もうちょっとで来る、老眼。老眼っていうのは、近いものが見えすぎちゃうの。近いものが見えない。だから、こうやって見る。だから、ダサクさんもう漫画とか見れないなんて、携帯で、あんまり。こうやって見れない。こうやって、こうやって、じゃないと見れない。
本当にもうクソジジイとも言えなくなってくる年齢になってくる。ちょっとね、ちょっとクソジジイにクソジジイって言ったらもうダメじゃん。クソジジイじゃんまだギリないからクソジジイって言えてる。本当にクソジジイにクソジジイって言うなよ。僕は高青年とかその青年、逆に煽り煽り、はい、その青年煽りけど高青年集、はい、何やねそれは。金曜日のおはよう、はいはいはい、めいちゃんの金曜日のおはようモノマネ集かな、これなんだろう。いや、だってちょっと待ってね。おはようのオーディションして、先輩知ってるやん。みんな顔若いな。若い。リスナーがめちゃくちゃあなたの真似してバカにせますよ。好きな人のおはよう。いやおはようっつったら金曜日おはよう。でもギャロさんおはようじゃなくてあはようって。どうやろ、分かって。あうなんだね。あうはうえなんだ。いいじゃない。あ、グッドッパーね。グッドッパーしようか。グッドッパーでパー。やはっ、ごめんね、おっさんやめてろよ。おっさんやめてろよ。ひどいね。おっさんやめてろよ。ひどいね。やばい。おっさんやめてろよ。グッドッパーでパー、この前大阪かなんかで聞きましたけど、グッドパでパーの人、そうそうそう、全然違うんですよ。いやだからこれは尼崎やねん、大阪じゃないねん。あ、もう本当にそこ違う違う違う、関西とかじゃなくて大阪でもめっちゃいろいろ、だから東大阪とか、はい、南大阪とか全然違う、はい、あ違うん、そう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 、尼崎だけなの、あの、東大阪スタイルで行こうか。グッパーでばかれんねんねんそう、俺の友達来れた。じゃあじゃあじゃあコニースタイル、じゃんじゃんじゃんがりんご、さつまいも、ほらこんな変なやん、変だな。だからこれ東だ、東北の方だっけ、もうはい、な東北山形、山形だ。グッパージャスジャス、まあまあまあ、ジャス、いや、やっぱジャスだよ。ジャスが一番しっくりくる。ジャスか、ジャスジャスジャス。タマちゃんどんなやった。僕普通ですね、多分グッパー、愛知はグッドパーで合わせ、いや全然知らんじゃないやん。それが標準だと思ってたよ。初めて聞いたわ。グッドパーで合わせですよ。合わせ、合わせ、なんでこんな違うやろ、これ、うん、これだけは謎やわ。許せねえ、なんか自分が当たり前かのように今言ってた。なあ、ほんとにお前画面へこばすぞ暴力シンプル暴力するぞということで、はい、いろんな切り抜きを見てまいりました、皆さんもね、ここでどんどんいろんな切り抜き上げていただければと思います、はい、ショートでもよ、あのね、普通の横動画でも結構ですんで、よかったらたくさん広めていただければなと思います。皆さんありがとうございました、はい、ということで今日の動画は以上でございます。また、次の動画でお会いしましょう。さよなら。いいこと思いつきました。何ですか。サカナキャニオンが俺らを使って再生数を荒稼ぎしてるじゃないですか。はい、俺らがサカナキャニオンの動画を使ってそれをまた切り抜いてあげればもっと儲かるんですよ。何そのさ、なんかうんこしてうんこ食べてまたうんこしてうんこ食べてサカナキャニオンってうんこやから。うんこじゃないよ、うんこじゃないよ、それだけ違うと思う。サカナキャニオンってうんこじゃないよ。違う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